9月15日1973年の今日は書籍「写真で見る世界」シリーズ「流星人間ゾーン図鑑」が発売された日です怪獣図鑑シリーズで一躍有名になった秋田書店から発行されたもので豊富な写真資料を交えながらゾーンファイターや敵怪獣たちを詳細に解説していきます。 ゴジラシリーズの怪獣たちも敵怪獣として登場するのですが、キングギドラの体長が120メートル、体重8万トン、ガイガンの体長が87メートル、体重5万5千トンといったように、ゴジラ世界での公式設定とはかなり違うスペックで紹介されていました。場所が変われば大きさだって自由に変えられるのが、 特撮作品の良いところなのかもしれません。